離れない、離さない、離したくない君。いろんな言葉で君に愛を告げてきたけれども、終わりさ、みんな終わりさ、僕の一人よがり。君へ繋いだ心の糸は今ぷつりと切れた。純子、君の名を呼べば、僕は切ないよ。優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り。純子、君の名を呼べば僕は悲しいよ。だから心のドアをノックしないで、ノックしないで、ノックしないで。嫌いかい嫌いなんだね、こんな僕のこと。あと2年待つことがそんなに嫌だったとはね。ずるいよ君はずるいよ、内緒であんなやつと僕と比べていたとは冗談の一つにも流しない。純子、君の名を呼べば僕は切ないよ。優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り。純子、君の名を呼べば僕は悲しいよ。だから心のドアをノックしないで、ノックしないで、ノックしないで。はい、こんばんは。今夜はね、長渕剛さんの純子を歌いました。2017年11月の1日水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。今日はずいぶん跳ね込みだな。どうもこんにちはね。はい、なんかすごいな、調子悪いね。どうもこんにちはね。はい、はい、キマさんどうも。はい、キモさんどうもね。すごいね。そうだね。じゃあもう一回。今夜はね、純子、久しぶりに純子を歌ってみました。もう一回行こうか、もう一回。はい、どうも。あ、どうもね。ノットさん、どうもね。ノリさんか、どうも。今夜は長渕剛さんの純子です。秋山さん、久しぶりに、どうもね。よかった。ありがとうね。はい、13名さんどうも。はい、もう一回、今夜、今、大川さん、あ、よかった、大川さん間に合った。今夜は、ね、長渕剛さんの純子です。じゃあもう一回行こうか。離れない、離さない、離したくない君。いろんな言葉で君に愛を告げてきたけれども、終わりさ、みんな終わりさ、僕の一人よがり。君へ繋いだ心の糸は今ぷつりと切れた。純子、君の名を呼べば僕は切ないよ。優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り。純子、君の名を呼べば僕は悲しいよ。だから心のドアをノックしないで。嫌いかい嫌いなんだね、こんな僕のこと。あと2年待つことがそんなに嫌だったとはね。ずるいよ君はずるいよ、内緒であんなやつと僕と比べていたとは冗談の一つにもなりゃしない。純子、君の名を呼べば僕は切ないよ。優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り。純子、君の名を呼べば僕は悲しいよ。だから心のドアをノックしないで。はい、今夜は純子を歌いました。あ、どうもルナさんどうもね。はい、じゃあ今日のお夜食行こうか。今日はね、お鍋やろうと思ってね、お鍋。今日はね、ね、駅前のスカフダ堂でね、安かったから朝買ってきたよ。安いけど、木綿豆腐ね。木綿豆腐一丁。と、キムチ、これね、これは100、これ買って、と、豚の、豚肉、肩切り落とし
安かったからね。これで 150g ぐらい入ってね。こんぐらいで、これで今日はこれでキムチ鍋やろうと思います。これでキムチ鍋やろうと。じゃあ鍋持ってくんで、鍋持ってきて豆腐ちょっと水切って切ってくる。じゃあキムチ鍋だ。同じみアルミ鍋を使い回します。前にうどんのやつ買ったやつね。これにさっき一丁をね、こう同じ発通りにして野菜とか入れない。よくさ、キムチ鍋動画見てるとさ、いろいろ入れてるけどさ、めんどくさいんで、豚肉と豆腐と、豆腐でかいからさ、でキムチはこれ半分ぐらい入れようかな。キムチ、あ、豚肉先に入れようか。豚肉も半分ぐらい、半分は明日使おうか。 250g だからな、半分ぐらい、豚肉は半分ぐらい。どうも。そうか、で今度ね、そうだね、今度行こうね。豚肉半分ぐらい入れようね。こんぐらい入れてまあこんなもんでいいや。豚はまた明日、残りは明日やります。で、あふれちゃうからね、入れすぎてね。で、キムチも半分ぐらいで、いや、キムチも半分ぐらい、1個、2個、3個、本当だよ、こんなもんでいいな。うん、半分、あ、やさないよ。で、これで適当水分。今日はキムチ鍋だ。東芝ボロボロね、ほんとね。東芝ってラグビーとかどうなんだろうね。結構強豪だよね、あれ、社会人でね。ラグビーとかね、結構強豪でしょ、東芝って。やっぱハイブなんだろうかな、ラグビーとかって。もうハイブだったんだろうな、ラグビーって。水分は、ね、日本酒にします。日本酒、水は入れません。水分は日本酒、半分ぐらいにしようかな。半分ぐらい、いつものこれね、いつものこれ、水分はこれ半分ぐらいでいいかな。コップで半分ぐらい入れすぎだ。まあいいや、このじゃ。じゃあこれをお尻にかけます。これをお尻にかける。これをお尻にかけたいと思います。あったまるだろうな。はい、これをお尻にかける。こんばんは。今日は、ね、豚肉、普通さ、キムチ鍋って見るとさ、いろいろさ、キノコとかいろいろ野菜入れてるけどめんどくさいんで、豆腐とキムチと豚肉だけですね。いつものライター。いや、今日はキムチ鍋。じゃあこんな感じ。じゃあ本日はね、これアルコールバーナーはこれ鍋なんでね、台所の方で燗酒飲もうと思うんだ。台所の方で燗酒行こうかな。1合だけ飲みましょう。1合だけね。こっちはね、アルコールバーナーは鍋なんで、台所の方で鍋で燗してきますね。でも大丈夫よ。
ちょっと風邪気味で、でも今日温まろうと思って、熱燗にキムチ鍋で温まって寝ようかな、ぐっすり。じゃあこれつけてきますね。だから今日、昨日発泡酒にノコギの2本来たら、今日飲まないとちょっと寒くなっちゃうからさ。じゃあ、燗してくる。味噌入れる、味噌、僕よくいろいろあるね、僕は味噌ね、よくだしのもつか使うしてるけど、僕はね、キムチ以外はね、この味噌をちょっとね、スプーンで一杯ぐらい入れようと思って。はい。こんばんは、リンモリさんどうも。今ね、今キムチ鍋で今夜は。で、大将いないのか。ヘイさんどうもね、今夜豆腐と豚肉、ね、中央とし肉取って、豆腐は一丁分だから結構いっぱいだな。ね、水分はお酒だね。アルミ鍋。この間鍋焼き風にしたやつね。それで、ね、洗ってまた再利用。本当は再利用って池田書いたわけだね。もったいないからさ。やっぱ再利用しちゃうよね、これね。一回で捨てるの惜しいもんね、これね、アルミ鍋ね。結構丈夫なんだもんね、これね。二酸化炭使いたいよな。ああ、いい顔してきた。やっぱ日本酒だからさ、これ、水分は。キムチと豚肉と豆腐と、あと、水分はお酒だから、それでいい香りになる。あ、ちょっと入れすぎだったかな、水分。沸騰したら溢れちゃうかもしれない。あ、よく食いしん坊だからな、俺ね。味噌ちょっと味噌もう入れとこうか。味噌大体ね、これで、ね、よくあるカレーのスプーンでね、こんなもんかな。これだけ入れます。味噌こんだけ味噌入れて、まあ沸騰すれば自然と溶けると思うんで、適当に味噌はすぐにこんぐらい入れて、あとはこれでいいや。味付けはキムチと味噌で。そうね、そうね、お芋好きよ、お芋先生。じゃあ、それちょっと入れ、やっぱりまた入れすぎだったか。ダメだな、僕入れすぎちゃって。まあ、ぐつぐつ。ピンポン。あとは普通の赤か普通の味噌、こんな味噌、よくある、安い味噌。合わせ味噌か。調合味噌ってやつ。こうやったし、まあ、大黒屋で安く売ってたやつ。アルコールバーナーちょうどいいよな、これね。味噌はグツグツいってくると溶けっから大丈夫よ。じゃあ味噌置いてこうか。味噌置いてくる。これ、こっちのキムチ鍋が煮えたら、アスカ持ってこようか。ああ、おお、グツグツいってきた。
ちょっと広島だったの。ああ、味噌のいい香り。そうね、こぼれ、ちょっと入れすぎだったね。ちょっと入れすぎだった。いつも入れすぎちゃうんだよな、俺。豆腐一丁だからな。酒もちょっとファン、もっと少なくてよかったか、やっぱ。入れすぎだったな。まあいいや。なあ、豚肉まだダメだから。ああ、でもあと、酒だからさ、水分。ポカポカしてきた。魚鍋だから。魚鍋、キムチ鍋ね。やばいかな。ああ、でもなんとか。豆腐抜いとこうが一個。ちょっと豆腐だけ小皿に取ろうか。ああ、いい香りだ。入れすぎだったね。豆腐ちょっと抜いとこうか。ああ、でもいい香り。ああ、これなんとか。また後で言えけど。ああ、もっとグツグツしないと豆腐、豚が煮えないから。結局半分取った。ハッキング。ああ。これでグツグツ。そう、関東オーケー。関東です、関東。まあ、こんなもんね。じゃあ、キムチ鍋です。そう、酒で。だから、味がいいんですよ、だから。水分は、まあ、キムチと豆腐から出ると、それとお酒だけですね。だから、味がいいんですよ。一人鍋で、一人キムチ鍋。ああ、グツグツがいいね。じゃあもう熱燗持ってこようかな、熱燗。もう熱燗持ってくる。ダウンの方でいつも。この酒はダウンの方で捨てといた。今日は1号で。1号で行こうか。1号で。はい、乾杯。ああ、香りがいい。あと。やっぱり豆腐入れすぎだったな。なんか水分入れすぎだったんだよな。ああ、ね。金曜はまだ分かんない。仕事かもしんないんだ。明日分かる。明日行ってみて分かんない。休日出勤かもしんない。分かんない、まだ。土日は休みみたいなこと言ったけど、金曜はまだわかんない。休日出勤になるかもとか言われたから、まだ明日になれば確定するんで。あ、うまい。あ、うまい。あ、これで完食。豚はもう火通ったな。あと
ああ、うまいね。普通のフルに一気を入れたから、だからね、そうね、だから半分出したね。またこれ食べたら豚でいいよ。今日はね、カンだけ飲んでっからご飯をちょっと控えて。ああ、うまいね。この辺でさっき揚げた豆腐戻そうか。この辺でちょうどいい。さっき揚げたやつ。おお、いいかいいね。今日は豆腐とキムチと豚肉だけのキムチなんで。ぴったりじゃない。多かったからさ、これ半分出したのさっきね。いいね。気にしちゃうよね。おお、豚肉だ。これは豚の肩の切り落とし。ああ、うまい。あったまんね。いつも通り朝、いつも通り8時半からよ。朝ね、朝8時半です。豆腐行こうか。ああ、うまい。まだこう、あれで、豆腐とキムチと豚肉、あれで全部で500円いなかったからな。そのうちでも豆腐、キムチと豚肉半分ぐらいだから、また明日半分使おう。それで味噌入れて、味噌ね、味噌ちょこっとね。そうだね。味付けはキムチと、それとちょっと味噌が入ってます。普通の味噌ね。あ、うまい。焦げてきたね、やっぱり。まあこれをおろそうか。いいけど、やっぱこれクッカーと違ってさ、これおろすときがね、熱いんだよね。あの専用のクッカーじゃないからね、おろせない。あ、おろすときに、おろそうも危ない。よろしくします。今日とても終わった。はい、キムチ鍋火を下ろしました。おー、うまそう。まあ、めんどくさかったから、野菜はキムチの野菜だけで。あ、どうも、しめさん、どうも。今日はキムチ鍋よ。豚肉とキムチと豆腐だけで、あと味噌ね、味付けで、日本酒で煮て、で、缶だけで、コップだけ。あきこさん、どうもね。うまい。豆腐がいいね。来ないね。もうそれからな、今日ね。ももかさん、ありがとうね。遅く来てくれてね。ありがとう。これは豚肉だ。今日は豚肉は豚の肩の切り落とし。うまい。
そうかね。まあ今日はこれでいいやろね。まあ。飲むよ、ちゃんと飲むよ。最後飲むよ。ね。今日はこれで。いい感じじゃないか。最後にね、スープは飲むからね。これは豚肉だ。脂身のとこだね、脂身のとこ。うん、消したよ。うん。消したよ、もう大丈夫よ。はい、消してますよ。はい。言えない、これうどん、うどん、豆腐一丁食ってっからな。言えないや、麺もうこれ十分だ。ちょうどいい。明日まだ残りの豚肉とキムチがあるね。キムチはすぐ食わなくても豚肉は明日食っちゃうね、半分はね。コメットさん、あ、コメットさんいたね。大場久美子ちゃんだっけね、コメットさんね。可愛かったね、コメットさん。昨日は何だっけ、昨日は。昨日は発泡酒飲んだんだね、昨日は確かね。昨日は発泡酒。なんだろうな、明日わかんない。明日は明日考えようね。まあ多分同じようなんだ。残りの豚肉使うからな。うん、うまい。あ、うまいね、ほんと。この感じだね。あ、きくらげだ。ありがとう。きくらげと、昨日はきくらげとかまぼこの炒めたやつだ。ね。あ、うまいね。うん。あ、おいしいな。うん、始まるよ。温まったよ、ね。やっぱアルミ鍋いいね、最高だよ、これね。一回で捨てるのもったいないもんね、これ。鍋焼きうどんのね、これね。なんか使えそうだ。穴あくまで使えそう。あ、そうなんだ。覚えてるのね。もう嫌いなもんないから、ここね。夜はね、仕事、定時は5時半だけど、定時で終わることはないからね。定時は5時半で。でも、工場仕事なんか定時で終わるようだとおしまいだよな、ね。定時は義務だよね。義務だったら定時でいいけどさ、工場仕事はさ、残業は当たり前と思わないためよ。
君じゃないんだからね。はあ、うん、うまい。残ったこの汁がうまいね。うん、あ、お互いお疲れ様で、どうもね。そうだね、うん。おたち遠征だったね、おたち遠征。お最近おたち、散々行くようになったからね、結構おたちの、なんか知らないね。あ、キムチ鍋美味しくいただきました。あ、うまかった。まあ、こうしたら、まあ、つけとこう。で、考えて、最後、これでおしまい。熱帯魚が勝ってたんだ、多く。熱帯魚と食用ってあるのか、食用熱帯魚っているのかな、ちょっとわかんないけど。わかんない。食用、まあ多分いるんだろうね、食用熱帯魚って。普通やってんのは飼ってた食中、観賞用だけどさ、ね。ちゃんと、熱帯魚のカツの中にはさ、食用もあるかもしんないね、きっとね。食用熱帯魚ね。あ、ピラニアなんか熱帯魚なんだよ。熱帯だもん。そうでしょ、あれ。ピラニアなんかも。そうでしょ、あれ。ピラニアなんかも熱帯魚になるんだよね、あれね。熱帯だもんね、あれね。船だもんだって、金に船。船が変わったらね、船。だってね、滋賀県のじゃ船寿司って言った郷土料理あるしね。うん。ね、船。そう、ピラニアそうでしょ。合ってるよね、あれ。ピラニアもあれ熱帯魚だよね、あれね、熱帯。あ、食べれないんだ。ありがとう、クロさん。僕何もわかんないから。そう、食べたい人はさ、あんまり飾りないとかね、あれね、星野さんみたいにね。星野さんはすごいよね。あんまり飾りが捕まえてきてさ、食用に飼ってんだもんな。驚いちゃうわな、ほんとね。言ってまいよ、ソープランド言ってませんよ、アキコさん。言ってないよ。じゃあ、これでおしまい。また明日ね。よかった、今日は0時前でね。うん、また明日も仕事から帰宅次第ね。ありがとうね。明日行けばね、金曜仕事かどうか分かります。今日言われた、あれ。金曜日微妙だって。土日は休みらしいって言われたけどね、金曜日分かんないって。仕事かもしんないって言われたんで、まだ分かんないってね。確定はしてないってね。うん。まあ、土日は休みみたいなんで、キャンプは行けそうだ、土日。あの、今日報告しようかな。あれなんだよ、この間。また買っちゃった、あれ、前。あれ気に入ったんだ。あれあった、前の、ネイチャーのやつ。テント。あれ。あれ気に入ったんでね、もう一個同じやつ、また買っといた。気に入ったんで。8000円ぐらいのやつ。あの、いいよ、あれ。8000円ほどだ。ダブルでさ、あれだけだもんな。ちょうどいいよ、あれ。コンパクトでさ、うん、あれ山でもいい。でも僕は寝袋持ってかないからね。ネイチャーハイクのもう一個買っといたら、ヤフーショッピングであったから、ね、一応呼ぶように気に入ったんで、あれ、うん、2回か2回かな、2、3回か使って気に入ったからさ、
予備にもう一個買っといた。あれ、値段も1万じゃないでさ、もう送料も込みでさ、全部1万足らずでしてはいいからさ、買っといた。あれいいよ、ほんとね、値段ね。あれだけ白さって。一人よりかちょっと余裕もある上にさ、ダブルでさ、ね。風っていうか、ちょっと急にね、今日の明け方からね、寒さね。どうも、疲れた。じゃあ、今日はこの辺であれ、ありがとうね。おやすみなさいね。あ、いろいろしてんね、金ポさん。大岡さん、ありがとうね。金ポさん、ありがとうね。ワッツンさん、どうもね。今日はこの辺でクロクロさんもね。ありがとう、大岡さん。いつものワッツンさん、ありがとうね。キャンプ行くよ。キャンプでね、焚き火で温まろうと思います。今度はあれ、その武器だったらさ、林間は結構、こういった城で使えそうだよね。金曜日来たらね。あ、でもな、そうだな。金曜日の夜、午後雨だからね。だから金曜日だったら、行ってすぐこういった拾っとけば、湿気ってのは拾えそうだ。でもそんなしのぐないと思うんで。おやすみなさい。またね。ありがとうね。おやすみ、終わります。じゃあ最後にね、順子歌っておろうか、順子。今夜は順子で、剛さんの代表曲、順子で終わろう。離れない、離さない、離したくない君。いろんな言葉で君に愛を告げてきたけれども、終わりさ、みんな終わりさ、僕の一人よがり。君へ繋いだ心の糸は今プツリと切れた。純子、君の名を呼べば僕は切ないよ。優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り。純子、君の名を呼べば僕は悲しいよ。だから心のドアをノックしないで。嫌いかい嫌いなんだね、こんな僕のこと。あと2年待つことがそんなに嫌だったとはね。ずるいよ、君はずるいよ、内緒であんなやつと僕と比べていたとは冗談の一つにもなりゃしない。純子、君の名を呼べば僕は切ないよ。優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り。純子、君の名を呼べば僕は悲しいよ。だから心のドアをノックしないで。はい、今夜はね、剛の純子を歌いました。多分、体温、多分、風。で、ちょうどね、今日が出なかったら寒いからかな。純子。ありがとうね。統一教会ね、統一教会。お姉さんとかみんなそうみたいよ、家族でみんなね、あれね。統一教会。統一教会で知り合った人でも今でもラブラブみたいよね。よかったですね、あれはあれでね。あ、ぐん、おやすみなさい。じゃあ今日はこの辺で終わるね。おやすみなさいね。ありがとうね、紀元さんもね、ありがとう。大川さんもね、ありがとうね、おやすみね。また明日ね。ノックさんがやったことは別に僕はしょうがないと思うよ。近くにあんな可愛い子がいたらさ、騒ぎたくなっちゃうもん。あの気持ちわかるんだ、僕は。おやすみなさいね。おやすみなさい。女の子で騒ぎたくなっちゃう、僕も。僕もいつも思うよね。年頃の子の股とか騒ぎたいなって。ね。またね、おやすみね。
そうですね。ありがとうね。また明日ね。どうもありがとう。じゃあ、スティッカーも終わるんでおやすみなさい。じゃあ、YouTube は終わりました。じゃあ、また明日。じゃあ、最後、今度こっちの方、ローカルでこれ特別歌おうか、今度この歌。今度はこの歌行こうか。最後にローカル特別に。グッバイ青春。懐かしい。家族ゲームの時代だっけ。グッバイ青春、いいことなんかなかった季節に夢だけ置き去りに、白い手紙を破り捨てればしらしらこぼれてジグソーパズルのようさ。グッバイ青春、答えを探して当てのない風に吹かれて立ち止まる。夜明け間近に膝を抱えて懺悔のウォッカじゃなんだか酔えないみたい。誰のせいでもなくて背中がとっても寒くて俺の抜け殻だけが急に舞う。ライ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 、ああこのまま悲しみよ雨になれ、ああこのまま悲しみよ雨になれ。グッバイ青春、いったいくつもの涙を流せば君の胸に刺さる。窓の向こうに朝が届けば東のあたりのため息みたいに白い。グッバイ青春、退屈なんて起き込んだ時の言い訳だったんだね。熱い思いはただの幻、こぼれた朝日に打ち砕かれた白へ。誰のせいでもなくて背中がとっても寒くて俺の抜け殻だけが急に舞う。ライ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 、ああこのまま悲しみよ雨になれ、ああこのまま悲しみよ雨になれ。はい、最後はグッバイ青春でした。これは作詞は秋元さんなんだね。秋元さん、やすしさんね。ではまたね。おやすみなさい。はい。